姫路市立図書館は日本の兵庫県姫路市が設置している公立図書館の総称。姫路公園の日本城閣研究センターに併設されている姫路市立城内図書館を本館とし、市内に14の文館が設置されている。2014年時点での蔵書数は本館、文館合わせて128万1484冊。また、 移動図書館として自動車文庫、白影号が月1回のペースで市内を巡回している。兵庫県の張馬、田島地域の公立図書館で構成される万端図書館連絡協議会では1970年の創立時から中核メンバーとなっており、1987年からは参加官間の協力化し出し体制を構築している。本節中の記述は、 個別に中期があるものを除き、姫路市の図書館、平成26年度の1から8ページを出展とする。姫路市において、図書館を設置する動きは1895年頃に、国学者の春山乙彦が自宅内で建設し、特殊化に蔵書を閲覧させた、春山文庫に遡る。この文庫は1905年に、春山が死去し、 管理者不在となったため閉鎖されたが、春山邸に寄宿していた姫路市販学校校長の野口円太郎が閉鎖を惜しんで文庫の再興を企画した。この試みは実現しなかったが、姫路市ではこの春山文庫を私立図書館の源流として認めている。春山文庫の閉鎖から2年後の1907年、私立西神城小学校校長の岩谷英太郎が、 第13代兵庫県知事、服部十三から、賞与として受け取った50円を原資に、校内で、記念図書館を設置した。しかし、翌1908年に、西人城小学校が廃校となったため、記念図書館の増を民家に移し、姫路文庫と名付ける。1912年7月、姫路城中ぐるにある、張間国総者の境内に、 図書館専用の建物が新築され、姫路文庫の蔵書に、旧春山文庫の蔵書を合流させた上で、姫路図書館として開館した。この姫路図書館は1914年から、姫路市役所内の私立姫路教育奨励会が管理するところとなり、教育奨励会の会員は、年会費30銭を支払えば、蔵書の閲覧を無料とする措置が取られた。 1940年には、旧春山文庫の合流に尽力した岩谷を、館長に迎え、蔵書は、開館時の2倍以上の約1万8000冊となっている。1947年7月15日、姫路城内にあった姫路英語学校校舎の一角で、蔵書約1000冊の私立図書館が開館し、翌1948年2月15日には、知事の認可が、下り、 姫路市立図書館として正式に発足する。市立図書館では教育奨励会立姫路図書館と異なり自由説化式、閲覧無料とする方針が取られ、9月1日には市内の小中学校を回る巡回文庫サービスを開始する。1949年、旧地の元陸軍兵舎を図書館本館とするも利用者の激増に対応しきれなくなったため、 1950年6月に、英語学校の休校者全館を別館として使用する。同年10月、図書館法、白影創刊この館法は、漢字表記の、白影に解題して、現在も発行されている。1952年、開館時から設置されていた、CIE 図書館文室が、サンフランシスコ講和条約の発行に伴い廃止され、 神戸アメリカ文化センター図書館姫路文館となる。1956年、手柄山に建設されていた、新本館1.2号館が竣工し本館を移転するとともに、城内の旧兵舎を木内文館とする。1957年12月、巡回文庫に専用自動車、白影号を導入。同月、神戸アメリカ文化センター図書館姫路文館が、 廃止され、文館の蔵書が、手柄山図書館に寄贈、編入される。1965年、旧陸軍兵舎の老朽化により、城内文館を廃止。1967年、阿保市に、西部文館が開館。これ以降しばらく文館の設置は行われなかったが、1984年に、花北文館が開館したのを皮切りに、市内各地へ。 文館の設置が進められる。1986年、木内の本庁高知所後に新本館を建設する計画が発表されるが、文化庁、大倉省との協議が不調に終わり、日本上郭研究センターとの併設方針へ切り替えられる。1990年4月1日、日本上郭研究センター内で新本館として、木内図書館が開館。 手柄山への本館移転から44年ぶりに城内へ回帰する形となった。1990年代には鹿間、ま、広畑などに映画や演劇で利用可能なホールを併設した文化施設特化型の文館が相次いで開館し、旧西部文館も阿保市文館として新装開館にしている。2006年3月27日、夢崎町、コー町、 安富町、家島町の4町が、姫路市へ、編入合併されたため各町の町立図書館、図書室も、文館として編入された。2015年、NHK 姫路市局の協力を得て、姫路市の過去の広報映画や貴重なニュース映像を、市長利用に供する、姫路市映像アーカイブの提供を開始。同年11月1日、 ハリマ県域連携中数都市圏の七市八町で、公立図書館の広域貸し出しが開始された。2016年4月1日、阿コ市立図書館が、広域貸し出しの相互利用対象に追加される。2017年2月から3月にかけて、姫路市立図書館と福崎町立図書館、上川町公民館図書室で、マイナンバーカード共通利用を開始。 姫路市立図書館の本館にあたる姫路市立城内図書館は、姫路城の宮中クルア北部で1990年に開設された日本城郭研究センターに併設されている。そのため、同センターの複合機能として城郭に関する資料収集に特色がある。開館時間は午前10時から午後7時まで。ただし、7月から8月は午前9時30分に。 開館時間を早める。休館日は毎週月曜日、毎月第3木曜日、年末年始、特別整理期間。本館の建築概要に関しては、日本城郭研究センターを参照。センター1階の、全フロアが図書館となっており、2階に、城郭研究室や、資料特別閲覧室、獅子編纂室、会議室が設置されている。書庫は、 地下1階。姫路市では、木内図書館以外の14館をすべて、文館図書をしているが、図書館単体の施設はごく少数で、図書館を中核に、映画、演劇用のホールを併設した、文化施設、公民館や市役所の支所、出張所に併設されているものが大半を占める。蔵書数は、ほぼ4万から6万冊の範囲内で、旧高ラ調律図書館を引き継いだ。 コ寺デラ文館が12万冊とやや多く、当初に立地する江島文館が2万冊弱となっている。14文館は、規模、形態にかかわらず、全館に、図書館及び関連組織のための、国際標準識別紙のコードが付与されている。また、文館の開館日は全館とも、場内図書館と同一に設定されている。開館時刻は午前10時から午後6時に、 固定されており、木内図書館で実施している下記の開館時刻、前倒しは実施していない。阿保市文館、阿保市文館は、1991年4月2日に開館した。前身となるのは1967年に開館した西部文館で、2年前に、かつての本館だった旧陸軍兵舎の木内文館が廃止されて、以降では、 最初に設置された文館であった。現在の阿保市文館は4階建てで1階に多目的ホール、3階に演劇や映画の上映に対応した300席のホールを併設し、図書館としての機能にとどまらず幅広い文化活動の拠点として設計されている。花北文館は1984年4月1日に開館した。前身は 花の北市民広場に設置されていた市民図書室で機能拡充を求める住民の要望を受けて花の北モールに移転会館。花の北モール時代の延べ床面積は254平方メートルと14分間中で最小の図書室に近い規模で文芸書や児童書を中心に取り揃えていた。 テナントとして入室していた花の北モールが老朽化で建て替えられることになったため2016年2月末から再開館がまでは花の北市民広場に臨時の図書サービスカウンターを設置していた2019年4月花の北モールの後継施設としてオープンしたミラキタシティ花北の2階で床面積を従前の約2.5倍となる 約686平方メートルに拡張し、再開館した。これに伴い、花の北モール時代は施設の休業日に合わせて、水曜日としていた休館日が市内の他の館と同じ、月曜日に統一されている。鹿間文館は1987年3月31日に、開館した鉄筋コンクリート4階建てで、阿干市文館と同じく4階に300席のホールを、 併設している。東高文館は1987年3月28日に開館した。東公民館との複合施設で1階が文館となっている。白浜文館は1988年10月1日に開館した。姫路市役所白浜市所との複合施設で2階が文館となっている。 アムロ文館は1988年11月1日に開館した。図書館専用の鉄筋コンクリート1階建てで同じ敷地内にアムロ児童センターが設置されている。青山文館は1991年4月12日に開館した。青山公民館との複合施設で1階が文館となっている。 広畑文館広畑文館は1994年4月1日に開館した。広畑トレーニングルームとの複合施設で、阿保市文館や鹿間文館と同様にホールが併設されており、2.3階が文館となっている。手柄文館は1994年4月1日に開館した。立地は、かつての本館である手柄山図書館と同一ではなく、 手柄山図書館の閉鎖後に別の場所で手柄公民館との複合施設として開設された。2階建てで1階が文館となっている。東文館は1997年4月10日に開館した。東保健福祉サービスセンターとの複合施設で2階が文館となっている。東高文館との混同を避けるためか、 図書館だよりやサイト上では、東文館と表記される場合がある。安富文館は2004年6月20日に、当時の思想群安富町が開設した、公民館、保健福祉センターとの複合施設、ネスパル安富内で開館した。2階が文館となっている。コーデラ文館コーデラ文館は1992年7月7日に、当時の神崎群コーデラ町が開設した。 高寺町立図書館を引き継いでいる。安室文館と並んで数少ない図書館専用の建造物であり、蔵書数は12万冊と文館中では特に多く町内図書館に次ぐ規模となっている。旧高寺町立図書館は2002年に開館10年記念誌を刊行している。夢崎文館夢崎文館は1984年4月1日に 当時の鹿間郡夢崎町が開設した夢崎町立図書館を引き継いでいる。同じ敷地内に隣接して夢崎公民館がある。家島文館は1979年4月に当時の鹿間郡家島町が宮沢織戸1410番地12号の旧役場庁舎に開設した公民館図書室を前身とする。この図書室は姫路市への編入後に 家島文館となったが、老朽化のため2013年2月に、鉄筋コンクリート4階建てで、姫路市家島事務所、家島公民館との複合施設として移転開館した。3階が文館、公民館となっている。利用券の発行は、姫路市内に居住、または通勤、通学する者、もしくは、針間県域連携中数都市圏に参加する。 市長の居住者を対象とする。有効期限は3年で、木内図書館と14文館共通で利用できる。一度に借りられる蔵書の上限は6冊、返却期限は2週間。電話やインターネット、駅前市役所での予約も可能。木内図書館や文館の蔵書以外に、兵庫県立図書館の蔵書もインターネットで予約して、各館の窓口で受け取りが可能である。 はり県域連携中数都市圏の8市8町が設置している公立図書館で相互利用を実施している。対象は、あよ市、あこ市、加古川市、高砂市、かさ市、しそ市、た野市、姫路市、あこ郡上郡町、いぼ郡大た町、加古郡南町、はり町、神崎郡市川町、上川町、福崎町、佐用郡佐用町で。 利用券は館ごとに必要となる。ありがとうございます。